ですか。道具に高級感を求めちゃうんですね。でも高級感僕あると思いますよ、GR。それは道具として突き詰めた結果として高級感を感じられるってだけで、高級感を目指してデザインしてるわけではないです。はい、僕はやっぱりカメラにファインダー欲しい派なんで、はい、外にもこうつけて、まあ、これも買ったんですけど、この辺のなんていうのまとまりってどうなんですか。そうですね、形自体は最初から変わってないんですよね。側は変わってないんですけども、実は GR3 のストリートエディションを出した時に、ちょっと上の印刷が、型番がでかくて、28ミリの28が小さく印刷されてて、これは道具としてどうなのと思ったんですよ。その文字の大きさとしてってことですか、はい、バランスじゃなくて。そうですね。このカメラを使う人が必要なのは28ミリっていう情報なんじゃないか。そっちを大きくした方がいいんじゃないかということで、で、当時ストリートエディションの時にこっそり変えたんです。そうなんですか。こっそりってすごくそうぐらい。まあこっそりっていうか、まあまあこういう考えでこう変えたいっていうことで、まあ印刷の変更は、まあ印刷変更するってことは版号を変えるってことで、まあコストはかかるんですけれども。まあそれを了承してもらって、で、今回の GR3X の時は、まあその考えをきちんと踏襲して40の方を大きく印刷するっていうふうにさせていただきましたね。まあでも本当にそういった意味ではえらいいっぱい苦労されてますけど、いや単にこうデッサンしてこんな感じでやっていろいろ細かく手直してだけなのかなと思ったら。まあ実際のこの三次元の CAD でのモデリングもデザイナーがやってますから、それでこれ、モデリングしたデータを社内で出力して、チェックするっていう形ができてますね。うん、最終的な決定というか、まあ、デザインの中で決めるのは、稲葉さんが決める。いや、そうではないですね。うん、まあ、デザインからは推奨案みたいな形になりますね。これでいきたいんですっていう、それをこのプロジェクト全体で、じゃあ、今回のはこれでいきましょうっていう形になる形。ただ、決まったのが当時このデザインだったんですけども、まあ、いろいろ問題点が多々あったので、例えばグリップの形状であったりとか、当時はここがかなり狭くなるっていうことが分かってたんで、何かこう引っ掛けて持たせた方がいいんじゃないかっていうことで、そういう断面形状をさせたんですけども、いざ立体にしてみると、あまり握り心地も良くないなっていうのと、あと後ろも一眼レフのように親指の引っ掛かりを設けてたんですね。でもこの盛り上がってるのってモックではあんまりないですよね。そうですね。これはないだろうって言われたんですね、最初。これはないですね。はい、ちょっと携帯性の問題も出てくるので、でここはちょっと一から考え直した部分ですね。だからその親指の位置関係っていうのすごい大事じゃないですか、そのカメラって。そうですね。はい。なんていうの、こう握り具合握った時に親指の可動範囲っていうのが一番動かしやすい範囲に重要なボタンを基本置いてます。だから再生とファンクションと ISO 感度みたいな形で、ね、はい。だからカメラがもっと長いとこうなんていうの、両脇につけちゃうみたいなのもあるけど、やっぱりもう全部片側でやんなきゃダメっていうあれ。そうですね。基本 GR はワンハンドオペレーションということで。ワンハンドオペレーション。はい。そうか、そうか。うん。もう片手でも完全に操作っていうことで。そうですね。はい。こういうダイヤルの例えばプッシュとか、そういう考え方っていうのは、はい。これはデザイナーさんの考え方じゃないですよね。この、はい、このボタンですか？そうそうそう。これはずっと歴代使い続けですよね。はい、うん。でもいろんなカメラに結構真似されてるって言い方変だけど、踏襲されてるところもあって、面白いなと思うんですけども。まあだからダイヤル
をなんか主張させるっていうのは、その、なんかカメラのあり方だと僕はちょっと思うところがあって、はい、例えば、まだ未だに個人的に例えば一眼レフだとシャッターダイヤルが欲しいとか、はい、そういう考え方もあるんですよね。で、モードダイヤルっていうのはまあ重要ではあるんだけど、はい、なんていうか、そのカメラを操作して、例えばシャッター速度と絞りを決めるっていうのは、まあある種カメラの写真基本なんだけど、いつの間にかそのシャッターダイヤルってなくなっちゃったんですよね。まあ残してるメーカーもあるんですよ、はい、あるけどモードダイヤルの方がちょっと偉そうなんですよ、はい、でまあそこ全く個人的な考えなんですけど、例えばそういうシャッターダイヤルみたいな表に出てきた時に、はい、こう例えば GR みたいなのって成り立つのかなとかって思うことが、スナップシューターって考えると成り立たないと思いますね。やっぱりそこに来るんですね。はい。それは もっとなんか撮影を楽しむようなカメラではいいと思うんですよ。このシャッタースピードはいくつにして、ちょっと露出補正かけてみたいな。ではなくて、スナップシューターは一瞬を切り取るわけですから。なるほど。基本設定はしない。お、設定しない。撮影中はもう撮るだけ。うん。そのことに集中しろ。そうですね。うん、でもお言葉ですけど、はい、センサーが APS-C になってから、はい、少しちょっと絞りの意味とかですね、それのところを考えたくなるじゃないですか。そうですね、もしくは 3X だったりすれば、はい、受け味がどうのとかってあるじゃないですか。はい、だから僕は今、結構そこになんとなくこうカメラの考え方っていうのがあって、操作を楽しむカメラ。そうです。はいはい。っていうのがあって、はい、で、スナップを第一、とにかくもう、取り出してもうすぐこのチャンスを取るんだっていう考え方のものとは違うっていうようなことですよね。はい、違いますね。うん、はい。僕もなんか徹底されてるから、えらく感動しましたけどね。なので、モードダイヤルも以前の GR よりもかなり機能をそぎ落としたんですね、今回。ですよね。はい。もうこれで十分だろうっていうことで。でも、それって、はい、そういうこと企画の方じゃないんですか、やっぱり稲葉さんが言うんですか。いや、それはもうプロジェクトのメンバーみんなでいろいろワイワイガヤガヤやりますから。そっか、はい、うん、このモードダイヤルも実はちょっと秘密があるんですよ。うん、どこにあるんですか。まずはここ1個抜けてるじゃないですか。うん、ちょっと片付けましょう片付けましょう見えやすいように。実はここ1個抜けてるじゃないですか。はいはいはい、今までのってびっちりモード入ってますけど。色も違うし。はい、うん。これは、まあ、要はダイヤルをパッと見たときに、はい、ここが抜けてるとダイヤルの向きが感覚的にわかる。全部埋まってるんではなくて、あの、実はヒアリングで、うん、こういうユーザーインターフェースのヒアリングで、これの緑の位置で、うん、あ、これですね、うん。緑のオートの位置で、ダイヤルの位置を把握してるって方が、何人かおられたんですね。なるほど、うん。あ、緑の位置が今ここにあるから、うん、このカメラは今、うん、あのモードなんだっていう、うんうん。で、今回このオートのグリーンっていうのがなくなったので、うん、ですよね。さあどうしたものかと思って、うん、で、一個開けたんですよね、うん、ここ。開けることによって、ダイヤルの向きがわかるっていうことですね。ダイヤルの向きね。はい。で、向きが分かれば、あ、今自分はこのモードにしてるんだなっていう。うん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 。あと、クリック間でここのこの間が長いんで、うん、慣れてくれば見ないで。見ないで。カリッカリッカリッカーリッって。あ、そこは。指の感触ってことですか？そうですね。こう回してて、カチ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 って、あ、ここちょっと、カチカとカチの間が長かったなっていうと、それさ、稲葉さんの仕事なの？そのカチカチ。あ、でも、これ、ここ一個抜きましょうっていうのは、デザインからだったと思います。あ、そうなんですか？はい。じゃあ、そう、スペックに影響を与えてるじゃないですか、当たり前ですけど。はい。それを設計が協力して頑張ってくれるんです。すごい話ですよ、それ。ね。あと、さっき過食っていう話があったじゃないですか。はいはい、これ今まではこれ、ここはアルミなんですけれども、うん、アルミをこう切削して文字を浮かび上がらせてるんですけども。うんうん、高級感がある風に見える。
キラッキラしてるのが、いや、特に、外で、炎天下で、を使ってると時々眩しいっていう時もあるんですよ。なので、これ、あ、処理は一緒なんですけども、ここまでは。はいはい。こっからさらに2回塗装してもらって、暗くしてもらったんです、これ。すごいな。これは完全にデザイナーのわがままですね。だから比べると全然明るさが。まるで違いますよね。はい。ちょっとやっぱり暗い方がちょっとこう偉そうっていうか高級感があるっていうか感じません？高そう。いや、ここ、どちらかというとここを光らせる必要があるのかっていうことですね。要は文字として読めればいいんだって、うん。なんかキラキラさせる必要はないっていう。すごい。はい。ちょっとストイックぐらいすごい。ねえ、でも、その、機能とその使いやすさ、あとスナップ目的ということに対する GR の、まあ、コンセプトが、はい、やっぱりすごいデザインに与えるその影響っていうか、まあ、その逆もあるのかもしれませんけれども、それがね、ちょっと想像以上のお話が聞けてるんですけど。GR の時はかなりストイックですね、本当に。そうでしょう。はい、他のカメラは別にストイックじゃないんだけど。そういうわけだけど。他はチャランポランに絵描いてるわけじゃないですけど、ね。すごいなんか特別感があるじゃないですか。そういった意味では。だから僕はね、もっと単純だと思ってたんですよ。だから、送信型が出ても、まあなんていうの、本当にシャブ台ひっくり返すようなことはないっていうか、まあ先ほどね、おっしゃいましたけど、GR らしさみたいなものがまずデザインでわかるっていうのがどこかで、はい。一目で GR って、分かれば、形はどうでもいいっていうふうに言われてます。GR で分かれば、形はどうでもいい。はい。それ難しいですよね。それ難しいです。ね、はい、うん、だから逆にデザイナーにとってはやりがいがある仕事でもあるんですよね。そういう考え方か。すごいデザインは変わったんだけど、どうだこれが GR です、でしょ、じゃないですか、誰が見ても、みたいなことを本当は言いたいみたいな感じが、はい。もしそれが可能ならば。可能ならばですね。そこまでの力量がまだ自分にはないのかもしれないですけども。いや、なことないでしょう。そんなことはないと思いますけどね。いや、でも。ただ、こう、気づいた部分っていうのは、もう代を重ねるごとに、どん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 こう、良くして。いや、でも確実に良くなってますよね。そうですね。はい。と思いますけど、本当に。これは別に持ち上げるわけじゃないけど、いろんな意味で確実に良くなって。っていうような気がする。やっぱり使ってるといろいろ気づきが本当に出てくるんで、まあ GR3 を使ってても、またあそこをああした方がもっといいんじゃないかっていうのは、っていうのはもうあるわ。もうありますね。あ、もうあるね。はい。そっか。それはまあ、なんていうか、もちろんあの、ユーザー側の意見もまあ、お聞きになってますし、そうですね。はい。山さんが、まあ結構長く使って、そうですね。使い倒すっておっしゃったじゃないですか。自分が使うっていうのは、もう自分の使い方で使ってるんで、いろいろな使い方があると思う、うん。グリップ一つ取っても、自分はこう握るんですけども、うん、某企画の、はい、人は、愛崎さんは、なるほど。もう完全にこうなんですね。こうじゃなくて、こうなんですよ。そうですね。違いますよね。そうするとね、こう握ってる場合はいいんですよ。うん、シャッターボタンを割と、まっすぐ上から押せるんですけど、うん、こうやると、人差し指って傾くんですよ。あんまりそうやって持たないよね、でも。でも、横で押してるっていうんで、あ、だから、ここまででなくても、ちょっと割とわしづかみに持つ人は、人差し指がちょっと傾いてるんだろうな、っていうことで、うん、GR3 はこっそりシャッターボタンを傾けてる。ああ。そうか、傾いてるのか。はい。まっすぐ押す人でも、ちょっと横に押す人でも、シャッターの触り心地が平等であるように、細かい。ちょっと傾けてる。うん、3度ぐらいですね。でもさ、そのちょっとっていうのが難しいじゃないですか。はい。3度がいいのかもしれないし、5度がいいのかもしれないし、いいのとかって、はい、それ検討しなきゃいけないわけですよね。そうですね。はい、シャッターボタンのフィーリングって、スナップカメラとしてはすごい重要じゃないですか。はい、
まあ別に、今までと同じように何も考えずにまっすぐにしといてもよかったんですけれども、まあそういう持ち方をする人もいるんだなっていうことは、いろいろ気がついてたので、その部分も直してますね。ちょこっとね。でも僕が、なんていうの、その写真を始めたことは、なんかカメラの持ち方もちゃんとやれよっていうか、なんか人間が合わせるっていうか、人間が練習するっていうか、そんなに親切じゃなかったですよ。カメラのシャッターボタンがね、少し斜めについてるなって聞いただけ。一眼レフはね、割とグリップにガイドがあるんで、握り方っていうのは分かりやすいんですけれども、こういったグリップだと自由度がすごい高いので、グリップの仕方の。そうすると、どの人でもやっぱり使いやすいようにしてあげたいっていうのはありますね。あと、稲葉さんの方では、アクセサリー関係、はい、ストラップとかああいうのはどうなんですか？あ、それもやってます。まあ、担当する、うちの会社の特徴なのかもしれないですけども、うん、カメラ、まあ、いろいろコンペやって、うん、じゃあ、あなたが、うん、デザイナーを、はい、うん、やってくださいって言うと、これに付随するものは全部自分一人でやります。そうなんですか？今回のケース、柔らかいのと硬いのも、あれも、私の方でデザインをして。あ、そうなんですか。はい、仕事がだって増えるじゃないですか、すごい。あと、パッケージも GR3 から大きく、ちょっとデザインを変えたんですけれども、あれもパッケージデザインの方も私の方で全部やってます。じゃあ、ほとんど全部じゃないですか。そうですね。イベントの、なんか、いろいろおまけとか、はいはいはい、ああいうのも全部でやってます。いや、あれは楽しいですよ。そうなんですか？なんか、イラストみたいな描いたりして。ああ、そうなんですか。はい。なるほど。話前後するんですけど、デザイナーさんっていうのは、まあいろんな、僕は例えばグラフィックデザイナーの方とはこう、付き合いがあるんだけど、はいはい、稲葉さんの場合はやっぱインダストリアルデザイナーって言っていいんですか？そうですね。うん、はい。でもまあ普通のもちろんデッサンももちろんお書きになるわけだから、いろんなことができるわけじゃないですか。はい、でも、さっき言ったみたいに、まず写真を撮るカメラとしてのその機能、使い倒すっておっしゃいましたけど、はい、そのこともご自身がお好きじゃないと、作れないじゃないですか。そうですね。特に GR はいつも持ち歩いて使ってないと、すごい説得力がありますね。使ってないと、次どういうデザインしようっていうのは、なかなか、出てこない。いきなり使ってない人に、ポン、GR デザインして、こういうコンセプトですよ、うん、こういう考え方ですよって言っても、なかなか難しいかもしれないですね。うん、でもカメラ自体が、お好きじゃないと。はい、あ、そうですね。でしょ？はい。うん、自分もカメラは、まあ、GR に限らず、一眼レフも使ってます。レフって言っちゃってんで、もうなんだかわからないっちゃいますけど。はい。ペンタックスの方のカメラ使って、いろいろなことはやってますね。まあ、総合的に、だからその GR の立ち位置っていうか、はい、まあ、他のカメラとはまあ違う考え方。そうですね。っていうのをずっと強くおっしゃってて。はい。で、まあ GR の最初のコンセプトは、やっぱり一眼レフと一緒に持ち歩いても、もう画質はいい。ね、同じみたいな、はい、フィルム時代からもそうなんだけど、で、デジタルになってもまあ同じような、はい、考え方であり、プラスその、例えば一眼レフなんかと、ミラーレスとかとは違う仕事をする。そうですね。ですよね。だからポケットの中からパッと一眼レフとか、ミラーレスがパッと出てくるってことはほとんどない、ないわけで、あれ今日カメラ持ってるんだって、実はあるんだって言ってパッと出てくるみたいな、そういう楽しさってあるじゃないですか。もう、もちろん今、スマホで結構やられちゃってるところあるんだけど、でも GR で撮るって言ったら相当やっぱり高画質で撮れるとか、はい、全然お仕事もできちゃうぐらいの、クオリティの写真は撮れるじゃないですか。まあ、だから、そのなんていうの、常に自分と共にあるカメラ。そうですね、はい。だからこそ、余計うるさくなる。はい。ねえ、まあだから、可愛いわけですよ。はい。稲葉さんにとって GR はきっと。ねえ。そんな気がする。さっき、一番最初に道具っていう話をしたんですけども、これ不器用なカメラじゃないですか。
あー、オールマイティじゃないじゃないですか。そうそうそう。オールマイティで何でもできるカメラっていうのは、うん、道具って考え方を非常に入れにくいんですね。こういうスナップを撮るためのカメラっていうふうにこう、使い方がこう、先鋭化されてるっていうか、一、うん、本筋がポンと通ってると、うん、じゃあそれに対してどういうことをやればいいんだっていうふうな考えで、道具っていうのは、すごい、まあやりやすくはないんですけども、考えやすいですね。うん、何にでもできちゃうっていうと、うん、本当に、そこまでやっちゃまずいだろっていうことも、いや、それは使いにくいだろ。いやいや、これは、うん、こういう撮影の仕方は使いにくいですけど、スナップ撮影ではすごい使いやすいんですっていう。うん、そういうことありますよね。あります。でね、まあ、今回ほら、GR3X が出たじゃないですか。はい。で、40mm になったじゃないですか。はい。その28と 40mm っていう考え方って、っていうのは稲葉さんの方ではどうお考えですか。個人的な意見でもいいんですけど。個人的ですか。いや40ミリ出て万歳でした。そうなんだ。嬉しかったの？はい、嬉しかったですね。自分としてはちょっと好きないわゆる画角だったと。そうですね。フィルムの頃から割と35ミリとか。50ミリとか、その辺の間の単焦点の、ああ、ね、まあ、コンパクトのタイプでも、うん、そのあたりのを使ってたっていうのがあります。まあ、28ミリも使ってたんですけども。うん、でね、はい。まあ、そのこともあるんですよ。はい、もう一つ、二台持ちの時に、はい。この区別というか、分かりやすさがそんなにないじゃない。はい。で、僕は、ね、こう、X にはこのリングをつけて、はい。普通の3の方は、例えば黒いままっていうやり方をちょっとしてたり、はい、あとストラップの、はい、とか、ファインダーの、違うファインダーをつけたりなんかして、区別したりすることがあるんだけど、はい、だから、新しい 40mm の画角相当の 3X と3が、ほとんどそんなにデザインが変わらないということに関しては、はい、稲葉さんはどうお考えなんですか？いや、これが正解だと思ってます。もう言い切りましたね。それは区別するために何かを加えた場合、うん、その一機種だけ買った人にとって、はい、その区別してる部分っていうのは何の意味もない。だから2台を持っている人っていうのは、うん、もうこれ道具なので、うん、使い手に委ねたんで、うん、あなたが自分で区別つけるような工夫してやってくださいっていう。じゃあまさにこういうのを買ってしまうとかいうのは、ね、そういうこと、そういうことですね。狙い通りという。そういうことです。そうか。ちょっとそれも面白い話ですね。なので、ストラップで、区別する人もいれば、まあ、ホットシューのカバーで区別する人もいるかもしれないですし、まあ、触り心地だったら、なんかここに時々滑り止め貼ってるような人が、うん、いますね。ね、うん。それで区別するとか。それはもう、使い手、GR を使っていただけるお客様の自由だと思います。うん、差別のさせ方は。二つ持ってる人は必要だからやるんだって、うん。なるほど。はい。一台持ってる人には、それは必要ないです。うん、まあ、大体基本的には、28か40かどっちか選ぶみたいな。ことからちょっと始まりそうですよね。まあ、3にするか 3X にするかって。いや、聞かれることがあるんですよ。どっちがいいでしょうかとかって。まあ、じゃああなたないとですかっていうのを聞いて、じゃあこっちの方がいいんじゃないですかって話はするわけで。でもまあね、時折は28にしたいとかいうのも。時折ですか。いや、だからやっぱり使い始める、40も使い始めちゃうと、やっぱなんかこっちばっかりになっちゃうことが多いっていうか。自分も最初二台持ちだったんですよ、うん。ある時から、まあ、ちょっと出かける、うん、何か用あって出かける。今日はあそこ行くから、じゃあこっちにしようって、どっちかを選ぶようになりましたね。まあ、その方がなんか潔いっていうか、うん、もうこれで行くんだみたいな、ありますよね。うん、そうなんだよな。
コンバージョンレンズかなんかも持ってってやっぱり結構つかなかったりもするもんね。なんかあるんですよね。だからその単焦点のレンズっていうどっかこうあって、で自分の中でこう、なんていうの、頭の中で画角を決めて、はい、やっぱそれでね、こう突っ込んで撮る。相手見て撮るっていうのがあるから、まあ、なんていうの、今日は40ミリの日とか、今日は28ミリの日とか、うん。割とそういう感じです。ですよね、はい。まあ、で、まあ今日はああいうところ行ってなんか部屋が狭そうだから28ミリ持ってったらいいな、みたいな、まあそういう考えるのが結構楽しかったりする。そうですね。っていうのはありますもんね。はい、なるほど。デザインがほとんど同じというのはそういうところでやったわけですね。いや、なんかね、すごい今日はね、驚きました、私は。新しい話がたくさん聞けたような気がしますけれども。もうもっと細かい話もいっぱいあるんですけど。します?それ、いや、それしだしたら多分。一晩中になる。なんか、やわみたいな感じ。永遠に続いちゃいそうなの。稲葉さんのおっしゃそうだろうな。絶対ありますね。まずこの面から行きましょうかとか、そういう話になる。やりますか。ね。確かにそうなっちゃいますよね、きっとね。今のお話聞いてたら、でもそう思いました、本当に。全部やり出したらきっと終わらなくなるだろうな。そうですね。なんか他にもいっぱい、なんか資料を持ってきてたんですけどね。そっかそっか。ほら、シボの皮の話もおっしゃってるじゃないですか、これ。そうですね。うん。この辺どうなんですか?この辺も結構重要ですよね。このシボ。そうですね。GR2 まではずっと同じ皮脂肪なんですよ。3で完全に変わる。3で変わりま、あ、うん、そうですね。ただまあ、ちょっと、作ってるところによって違うんですけど、うん、そうですね。GR。これが分かりやすいかな。GR2 までは割とこの、なんつうんですかね。粗め?平らな部分と溝みたいなイメージですね。平らな部分と溝。うん、まあ、なんつったらいいですか。カッパドキアじゃないですけど その例えば変か。例えがすごいな、なんか、うん。要は平らな部分に溝を掘って、うん、革脂肪風、革脂肪っぽい模様にしてるんですね。はい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 、でも平らな部分があるってことは、うん、密着する部分があるっていうことで、例えば、うん、ちょっと手に汗がかいてきたとかっていう時、うんうん、とか、汗の逃げ場がないんですよ。なるほど。なるほど。それで、ちょっと、皮脂肪のパターンを、一から考え直そうっていうことで、こういった世の中にある、いろんな皮脂肪のパターンを、集めて、そう、粗いのとか細かいのとか。粗いのとか細かい。で、どれがいいんだろうって。そうですね。で、切り取って、こういった、ものに貼り付けてみて、実際の頃合い、そうですね、頃合いを見て、で、なおかつ、滑りにくい。滑りにくいけど、ある程度、指とこのゴムとの間に、隙間も設けられるっていうことで。で、今回の、実際はもう、今までは、なんか、番手で指定するとこういう革脂肪ができてきてたんですけども、この革脂肪で行きたいっていうことで、まあ、金型屋さんにこの実際の脂肪をスキャンしてもらって、なるほど、それを再現してる形ですね。でも、それさっきの塗装の話に結構近いところがあって、やっぱり革脂肪って感触がすごい違うじゃないですか。そう、はい。これもやっぱりその一人の意見では決めづらいっていうか、やっぱり、ああそうですね。いろんな人に持ってもらいますね。こっちの方がいいとか。はい。はい、だこれ脂肪自体もちょっと方向性のある脂肪。なんですか?なんですね。よく見ると、横方向に方向性がある脂肪なんですね。そうか。そうか。全然関係ない、ぐしゃぐしゃってなってる脂肪もありますもんね。そうですね。で、脂肪も、実際指定すると、うん、こういった板が上がってくるんですよ。おほほ再現してみましたっていう。で、この中で今度は、うん、実際のこのグリップで
どこ使いますかっていう。で、ここの、これの時はどの辺だったかな。あの、使う部分を、うん、ここの部分を使ってくださいっていうふうにデザイナーの方で指定するんですね。こうよーく見て、規模の調子の、なんか変なところとかいいところとかを見て、なんか鑑定士みたいですけど。そこまで見るんですか？そこまで見るんですか？本当に。いや、本当です。で、これ。そう、稲葉さんだけなんじゃないの？そんなことないの？はい、ここ、だいたい、あの、片屋さんがこれからどこを取りますかって言うんですね。はい、ああ、そうなんだ。で、これ、多分当時の。おー。ここの部分を。これサンプル、を。しぼとり位置はこの辺りって書いてあるんですよ。実際これのね、展開図っていうのは、これ正確じゃないので、あの、ゴムはこう、回り込んでるんで、ね、それの展開図を、まあ自分なりに、だいたいこんなもんだ。まあこれ、そもそもこのサンプルの板を上下逆にしてくれってまず言ってるんで。こういうふうに届いたのを、こっちにして。してみる。はい。こっちのここを使ってくれっていう。かなり端っこですけどね。すごい端ですよね。はい。そこが良かったんですね。そうです。ここが良かったんです。あと、そうですか。なんか、なんかそういう細かい話は、あの、いくらでも。できちゃう。できちゃいますね。いや本当あのいくら時間かかっても足りないぐらいですから、はい、そうか本当な、GR というのは割とシンプルなカメラだから正直私はそのお話聞く前でちょっと不安なところがあって、はい、いやまああのずっと続いてるもんですからこうねそう細かいことはないでしょっておっしゃるのかと思ってたらもう1000倍ぐらいこういや予想と違っており、非常には感激しました。うん、まあ、各シリーズ、担当のデザイナーが、全部努力して。まあ、もちろん、そうね、だから、そう、あの、見比べてみると面白いですよ。ああ、はい、細かくね。はい、うん。こうしたかったんだろうな、とか。こうしたんだ、ああしたんだっていうのがね。結構いっぱい見つかると思いますね。でも、なんていうか、こう例えばアクセサリー集なんてさっきも話ありましたけど、はい、すごい昔からの企画じゃないですか、はい、デザイナーさんにとっては本当は邪魔なもんじゃないんですかでもないいや必要なものだから道具として必要だからついてるんですよねこれはあそっかやっぱりデザイン最優先の話じゃないってことであのやっぱ道具として必要だからそうですね、うん、まあこのホットシューのカバーも引っかからないように GR3 では出っ張りをやめたりとかしてますけど、ね。あの、こういう形になったので、うん、あの、ここで引っ掛けなくても前から押せるんですよ。ああ、なるほど。前がちょっと出てるので。うん、ここから押してこう外せるんで。うん、ここはだから、ヘコになってるんですね。びっくり。そういうところまで気を利かしてやってます。いや、細かいなぁ。あ、もうこれ以上話すと、なんか。いや、だからこの前ダイヤルも実は微妙なところがあるんです、ね。微妙、どこが微妙なんですか一応そこ、うん、そこまで聞きましょう。そこでやめます。いやいや、いいや、ちゃんと聞きますよ。いや、これは使ってて、やっぱりここって GR って結構使うじゃないですか。使うですか。はい。で、回しやすいように、要はここの、面っていうのは割と似てるんですけども、うん、このザグってこのダイヤルを見えるようにしてる、ザグリの面をこっち3では変えてるんですね、実は。変えてより回しやすいようにして。してあるて、ね。はい。うん。だから多分、あ、これはもう結構軽くなっちゃったんで回しやすいかもしれないですけども。ちょっといいですか？はい。あの、指当てた時にダイヤルに引っかかる量が3の方が多い。この面積が。はい。そうだ。はい。そういうこともやってます。すごい。とはいえ、ほら、誤作動っていうか、はい、なんか、簡単にピャッて回っちゃうのもどうよって感じもあるんでしょ？そうですね。だから、このくぼみの
あまりやりすぎても、そう。使いづらいし、浅すぎても、そうなんですよ。簡単に変わっちゃうからダメとかいうのがあるじゃないですか。だそういうので最近はこういう 3D プリンターですぐ出力できるっていうのはすごい便利。そっか、そこですぐ検証できるから。はい、ああ、なるほどね。そうですか。あの、ごめんなさい、あともう一つだけ、あの、レンズがやっぱりその GR になってから変わったじゃないですか。はい、まあ、APS-C も大きくなったりして。そういうところはどうなんですか、光学系の方とその、デザイン。そうですね。光学系の方と喋るっていうのは、どちらかというと、まあ、光学系っていうか、レンズのそのものの光学系の設計にはほとんど関わってないんですけども、この共同部分ですね。特に今回 GR3X になって、要は画角が狭まったじゃないですか。はいはい。実は、これ、電源オフの時に、やっぱりどうしても内蔵バリアなんで、はい、ここ押されるとやっぱりですね、弱いところがあると思うんですよ。で、GR3 でも実はやってるんですけども、レンズの周りに、ちょっと出てるんですよ。カッコみたいなものが。あ、出てますね。はい。マクロにすると分かりやすいです。ああ、なるほど。これ3の、あ、本当だ3の時は、画角が当然広いので、あまり高さを設けられなかったんですね。これガードってこと？バリアが押されても。バリアですよね。はい。必要以上に負荷がかからなくなってるんだ。そうですね。押された時に、その、タッチ壁が支えてくれるっていう。それもデザイナーの仕事なんですね。そこはちょっと共同の設計者と話して。ああ、なるほど。そういう、こういうふうにしたいっていう。はい、まあ、これの時でも、やってるんですけども、あんまり高さが稼げないんで、どちらかというとこれはレンズを守るって形で、そちらは本当にバリアを支えるっていう形。これ、でも、なんか失礼ながら、はい、ほら言われないとわからないかって。はいはい。でも、見えないところですごい工夫をしてる。そうですね。驚愕の話ばかりを。お聞かせいただいてありがとうございました。もうなんか、思いの丈を。ねえ。いや、だから、細かい話はもっとおっしゃりたいでしょうけど、いくら時間があっても足りなくなってしまいました。まあ、なかなかね、こういうふうに、まとめていろいろデザインのことを話す機会っていうのは少ないので。よっしゃ、まあ、企画的には良かった。GR ブログでは、ちょこちょこと、小出しに、デザインについてはお話ししてるんですけれども、こうやってまとめて話すっていうのは。いや、ありがたいですよ。イベントでもね、こんな長く話せないですから、ね。そうですよね、はい。そういった意味では GRTV というのはいい番組だなと。もう自分で言っちゃう。いや、面白かったですよね。すごい興味深くてね、これだけ深い話が聞けると思わなかったんで。もう、これ今後もね、頑張って、きっといろんなカメラが出てくるんじゃないかと私は勝手に期待してるんですけど、はい、私も期待してますでも GR ってやっぱ確固たるものだからなんか連綿と続いていくはずだと私は信じておりますし、いろんな種類が出てくるんじゃないかと思っておりますね。でも僕なんてさっきスナップシューターのカメラとかっておっしゃいましたけど、多分なんか意外と前に出てきた白いやつとか、でも時々欲しくなる時があって、中古カメラさんがなんかに白いの並んでると、なんか。ああいう色はもうやらないかな。もうダメ。あとあれ、ハンマートーン。はい。カラーリングも嫌いじゃない。あれはもう今はできない、ね。あ、できないんですか。はい。お、大事にしない。うちにある。ああいう、なんだろう、特殊な塗料っていうのは、もうないんですか？世の中からどんどん消えてってます、ね。あ、そうなんだ。まあ、使えないっていう、今の、まあ、例えばいくらでもお金を出すんだったらできるかもしれないと。いや、っていう、ない。もう、ないですね。世の中が割と塗装を使って、いろいろ表現するっていうのは、特に、携帯とかスマホっていうのが、あれで塗料がすごい
発展したんですけど、はいはい、今スマホってほとんど素材感で見せてるって感じで、まあ、そうですね、まあ、アルミの素材感一気に特殊な塗料ってなくなっちゃったんです。ああそうなんだ。ちょっと面白くないですね。でもなのであの GR のストリートエディション出した時には、うん、もう塗料がないっていうんで、あれは昔の塗装の技術を応用して、うん、え、じゃあやっぱりあれも大変なことをやってるんですか？あれもそうですね。あれもすごい大変でした。え、買わなきゃいけないですそうなんですか？あれもやっぱり半年ぐらいかかってると思う。あそこまで行くまでに。本当、かっこいいもんね。あの、昔、塗装で、あの、革っぽく表現するっていう塗装が手拭きであったんですね。うん、で、その技術って、と現代の機械で拭く塗装とうまく融合させて、なんとかああいう、あ、そういえばああいう塗装方法あったな。だから塗料じゃなくて塗装方法であれをやってるので、すごい難しいんですよ。それもっとうんと出た時強調したのよかったんじゃないですか。ストリートエディションのオンラインの時はなんかそういう話もちょっとさせていただきました。あ、そうなんですね。すいません、不勉強でした。いえいえ。うん、ストリートエディションが欲しくなりましたいいな。でもなんていうかそういう特別モデルっていうかちょっとリミテッドな感じのものってね、あの僕はちょっとくすぐられる、はい、ところがあってですねでもやっぱり滑りやすいけど滑りにくいっていう、うん、塗料のコンセプトは守る。守ってますね。守ってってことでしょ。はい、守って、でも、やっぱり品があるとか、高級感がよりあるとか。高級感を求めちゃダメですね。え、ダメなんですか？道具に高級感を求めちゃダメですね。でも高級感僕あると思いますよ、GR。それは道具として突き詰めた結果として、高級感を感じられるってだけで、高級感を目指してデザインしてるわけではないです。ああ。はい。ねえ。すごい。深いというか思想的な話ですね。哲学的になってきて。ねえ、だって、いや、なかなかそこまでおっしゃられると思わなかったんで、うん。でも、なんというか、コンパクトカメラで、ある種、その、機能が絞られたカメラで、まあ、正直ね、値段はそこそこするわけじゃないですか。はい、ってことは、やっぱりそれなりの品格、だから、製品としての品格だと思うんですよね。だから、まあ、高級感って言い方は変ですけど。はい、だから、やっぱり、それは GR って確実にあると思うんですよ、歴代のものが、はい、うん。だからその辺のところを、やっぱり、なんていうの、きちんとお仕事されてるのが、やっぱりデザイナーさんの役割としても大きいと思うし、もちろん映りがすごいいいから、このカメラ認められてるってところもあるし、だから、双方向のバランス、だからずっとお話を聞いてて、中身の部分でこだわってるところと、そのやっぱデザイナーさんの考え方っていうのはものすごいこう、なんていうの、融合感っていうか、うまくいってる感じがあって、はい、それがやっぱり GR の、なんていうの、成功っていうか、あの、存在、価値を、やっぱり高めてるんじゃないかと、かように思いましたけどね、はい。はい。ありがとうございます。いやいや、本当に素晴らしいお話を長く聞かせていただいて、もうありがとうございます。皆さんね、長々とすいません。ずっと終わらないので、GRTV のね、デザイン編はですね、この辺で、終わりにしたいと思います。個人的にはもっと聞きたいんですけど、後でちょっと聞いておこうかなと。なんか新しい話があったら次回、おまけとして、出しておくと。いかがでございますでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。じゃあ、本日はこの辺で、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。